毎年5月ゴールデンウィークの日曜日に必ず開催しますので、はい、今今年白浜に11年目来ましたので、はい、であのご覧の皆様、今日はバンドとしてはあの、演奏してないけれども、来年、自分のバンドでやりたいとかね、あのいう方いらっしゃいましたら、ぜひここ今あの予約書いてくれてるバンドあるんですけども、ここに一覧表あるんです、今日の出演バンドので来年、予約印してくださってるバンドの方にはまたあの連絡差し上げますので、それと、バンド募集例年、2月の1週目に、バンド募集を開始しますので、はい、まあ、このここ数年ちょっと1週間ほどでちょっと詰まってるような状況なので、まあ、そういう感じ。来てないですね。どっちで行けですか。で、そこに、ね、親父バンドこう書いてあるんですけど、下にちょっと字がちっちゃいですけどね。主催親父バンド活力注入委員会。これ1回バンド出演した方は活力注入委員会メンバーです。終身会員ですから。で、先ほど、スーパードライブさんも、まあ、1年休憩されたらまた復活されると思いますので、またよろしくお願いします。マイクチェック、マイクチェック、ワン、ツー、アー、エイ、ウー、エyou
Train.
外で気持ちいいんで、でかことなんでしょ気持ちいいんで、それアメリカンロックのもうほんまカントリーの曲1曲、やります。はい。Seven rivers to grow. Satan up.
ちょっとスケジュール入れようか。なんや次はどこや。あ、来週や、来週は新価値音楽祭の、スクエア前12日の何時、3時半からのスクエア前で出ます。その後は、どこや、6月の覚えとうな6月の22日アビコのビートインというとこ、おいと7月のこれはいつ1月の27に、どこやったっけ、あ、大手スブルの寺田町の神戸でやらんのかい実は今年入ってから1回も神戸で、神戸の漫才なのに神戸でやったことがあれへんのですけども、来週は、進化してますんで、もしよろければよろしければいらしてください。次は、ちょっとヘビーなブルースの曲をやりたんでございますけども、これさ、一生懸命ね、あの出番前でこうチューブ前取ったんですよ。で、次の曲で使う予定やったんですけどもね、ケース開けたら忘れてましてね、エフェクターを。トーキングモジュレーターをね、せっかくやろうだけど、できんけど、どうでしょう。ワウでかな、声でやっとき、声でワウでやったことないんだけど、できるかな。まあ、失敗したらごめんちゃいね忘れるか大体ね、前の日にね、準備するんですよ、ちゃんとね、結構神経質なのね、こう見えて枕元にね、いろいろこう、明日の衣装はね、カバンにも連れて入れてるけどね、大事なものを忘れてしまって、まあ、仕方んですわ。じゃあ、行きましょうか。はいはい。
説明をするんですけど今日忘れてもだけど彼のことを今からやります。時間ないです。終わりですか。はい、終わりです。